ありよりはありよりはもうなしはないんだ。そうだ。うわーだよなあ。終了っすわ。トータル339万。一応攻撃が弱でしたね。背景赤じゃなかったんでちょっとチャンスかも。寂しいっすね。まあ単発は結構多いんでね、 PC いけないっていう、やっぱこれが痛いんすよね。東京都台東区は上野にございます。サイバースパーク上野店さんはパチンコ376台、スロット286台を設置、さらに非営フロアもございます。ぜひ皆様遊びに来てください。ジェネットタウン始まるよ。始まったよ。あれなんかいつもと違う感じじゃない？違うね。これ違うんじゃね？うん。ジェネトークじゃないのこれ？ジェネトークじゃないんだ。違うの？違うらしいね。まあ今回こんな感じでいいらしいならこのまま行っちゃうけど。お。お。もうじゃあいいかな？いいよもう話すことねえし行こうぜ。じゃあ行ってみよう。ニュー。ジェネレーション。皆さんこんにちは。ペロリノです。皆さんがですね期待していたニューシングルスーパーニュージェネレーションをなんとリリースいたしましたということでね、はい、いろいろと2人の思いを詰めた、はい、詰めました、うん、このスーパーニュージェネレーション、うん、タイトルでもある通り、うん、まあ、次世代とか、はい、でまあ今のままでまあ立ち止まってる人が結構いると思うんですよね。そうだな。そういった方とかにも勇気づけられるような応援ソングでもあるんですよね。そうですね、うん、応援ソングでもありますしたくさんメッセージ込めて作りましたので、なので、まあ、ぜひね、はい、この2人の歌詞なども見ながら MV を楽しんでいただきたいと思います、はい、それではどうぞどうぞ。このねミュージックビデオが出来上がるまでの
そうですね、ちょっとね簡単にいろいろなお話をしていこうかなと思うんですけども、うん、まあ、どうやってまず、はい、まずはどうしてこの曲ができたやろうかって言ったところですよね、うんうん、そうだな、うん、お互いに音楽に携わってたと、もともと僕も、音楽が好きで、うん、10代の頃とかはもうクラブとかで歌ってたりとかしてたんですよ、うん、で宇佐美さんは一応アーティストメインで活動してた時期があったん で、まあ、あとちょこちょこお仕事もしたりし、ね、うん、でそういった ね、お互いの同じ趣味というか趣味いうところがありまして、じゃあ一曲、うん、やってみますみたいな、うん、っていうところからね始まったわけなんですけども、お互いに、ね、住んでる、まあ、うん、場所が違うと、うん、東京、僕は大阪と地獄、うん、地獄ね、そう、地獄と大阪なんで、まあまあ、ね、新幹線で2時間ぐらいかかるんですよ、うん、なので、うん、どんな、うん、まあ言うたら、うん、歌詞、うんうん、にしていくか、どんなストーリー性を持たせていくかっていうところが、うん、本当に会うこともできなかったので、うん、LINE 上でねずっと LINE で、まあ、まずうーちゃんの歌詞を、うん、そうね、まず見ないと僕が合わせられなかったんで、そう全然そう最初作っているのが考えられなくて、歌詞がもう結構作詞今までしたことあって、そんなに今までしてきた作詞って時間かかることそんななかったんですよ。らしいですね。そう、でも今回の歌詞は全然思い浮かばなくて、うん、まあ結局こういう形に収まったんですけど、うん、だいたい本当になんか悩まれてたじゃないですか、うん、めちゃくちゃもう悩んでましたね。うん、だからまあそれぐらいの、うん、まあ力作、うーん、ちょっと恥ずかしいけど、ね、まあ、そうなんですね。あ、そうなんだ。ちょっと照れくさいけどね。そうなんですね。結構真面目になりましたね。結構ね、当初はもうちょっとふざけましょうっていう、ふざけた感じの曲でもいいかみたいな感じになってたんですけど、すっげえ真面目になって、らしくなかったかな。うちら結構ふざけてるじゃないですか。ふざけてはないよ。逆ふざけてはないですよ。ふざけてはない。仕事に関しては楽しんで真面目に取り組んでおりますから。真面目に取り組んでます。聞こえ悪くなるよ。そうですね。ふざけてねえから俺。ふざけてはない。どうですかね、レコーディング風景とかって流れてるんですか。流れてる。どう、なんかちょっとね、 D が取りに来てくれてましたけど、うんうんうん、俺様も自分のレコーディングしかしたことなかったから、こうラップの人のレコーディングの感じとかも全然知識なかったんで、結構やっぱ撮り方がそれぞれラップ調のこう何ですかね、声が入るのと歌の声が入るのと若干こうバランスがね違ったりっていうのもすごい勉強になったし、そう、その後のね音合わせバランスを取るのがすごく大変だったみたいですね。そうですね、ミックスしていただいた方の話によれば、やっぱり歌物とラップ物はやっぱり音量が違かったりとか違かったんで、すごいそこにね、ちょっと、ああそうなんだって工夫していただいて、うん、なんとかあったよ。本当ね、いろんな方のご協力でできたものなん で、最後はまあもう流れましたこの MV ですよ、ミュージックビデオ、はい、これは本当の本物でした。いや、すごかった。僕一度だけ個人でね、うん、豪華6位っていう、その歌を上げてるんですけども、はい、結構真面目な、ね、その時のやっぱり撮り方と全然違かったし、時間の、かけ方もその倍以上だったかな、すごかったです、うん、パート別で撮ってたわけじゃないですか、うん、まあ、うーちゃん撮ったら僕だよとかで、その合間に僕がね、上野のお昼のパートを撮ったりとかして、その時僕全然知らないから、でサイバースパーク上野店さんに戻ってきて、2人のパートを撮って、まあ、うーちゃんのね、こう個人で撮る部分が結構長引いたじゃないですか。でタロットエンペラー僕好きだから打ったじゃないですか。で設定ゴロだったっていうね。そうだね、そういえばそうでしたわ。そう設定ゴロだったっていう。そうそう、400何十ゲームでレギュラー1回で80枚負け。でその後ね、また時間空いたんですよ、うん、夜までのね、うん、そう撮影まででね1時間ぐらい待ったんですけど、うん、もう座れなかったですね、ぶん回されてました、違うお客様でっていう裏話とかもありましたし、
やっぱこう頭の中で描くものと実際やるものっていろいろこうカメラから撮られてる側を気にしながらなんかしなきゃいけないっていうのはやっぱ難しいですよね。いやすごい思います。言っても、まあ、D が、うん、こうストーリーを作ってくれたわけじゃないですか、はい、MV の、はい、でコンテも書いてくれて、うん、こって書いたんですよ、うん、でわざわざこっちにでこんな感じでやってきますっていうのを元に、うんうん、僕たち2人の案も入れたんですよ、うんうん、こうしませんかっていうのも結構練り込まれてるんですよ、うん、はい、ね、そうなんですよね。そうなんですよ。だからね、うん、でやっぱりこう撮影してくれてる方スタッフさん、うん、まあ、D ともう一人いらっしゃるんですけども、うん、カメラワークがやばくてね。ねえ、そう、くる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 こうこうで撮ってくれるっていう。そうだからなんて言ったらいいんですかね、恵まれたのかもしれないです、うん、ちょうどこれ一番大事だったんですよ。晴れだったんですよ。そう、めっちゃいい天気だったんだよ。1週間前は雨だったんですよ。そうなんですよ。あれが雨だったら予定がね、お互いにこう4人いるじゃないですか。この今4人で、うん、撮影したわけなんですけども、うん、ドンピシャの日があの日しかなかったから、もしかしてあの日が曇りとかね、うん、雨だったら絶対にもうここまで多分いいね MV はできてないと思うんで。MV 何万再生とか言ったら、うん、なんかしないっすか。それやっちゃう、うん、僕ねこういうのとかおもろいと思うんですよ。達成したら、うんうん、何かご褒美、僕たちというか、まあ、視聴者の方にご褒美的な、うん、おー、なるほどね。すごいね。いやミュージックビデオで66は相当すごいっすよ。マジで66はやばいよ。6万っすよ。え、別にそう行かなかったら罰はない。罰はない。皆さんががっかりするってだけ。そう、だからそれをできたらとりあえずはオフ会みたいのを、まあ、やってみてっていうのでいいんじゃないかなって。じゃあ1ヶ月で66,666回を目指して。いやいや、これはなんかオフ会か何か。そうですね、まあ、オフ会かは分からないけど、とりあえずなんかファンの方とみたいな感じですかね。はい、みたいです。いきなりできましたけども、このスーパーニュージェネレーションが再生された暁には、うん、まあ、皆さんにね、うん、プラスになるような要素をなんかプレゼントできるんじゃないかなというところで、今回のですねニュージェネレーション、いやスーパーニュージェネレーショントーク終了でございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。わほー、 MV ってこんな感じでできるのね。そうなんだよ。だからさ、再生数すごい欲しい。伸びたいんだ。そうだね。どのくらい再生数いくのか今後は楽しみだね。だろうよ。それじゃあ後半戦の実数も見てみよう。うん、せーの、ニュージェネレーション。ゲームのうちに不安の接したい。
入したいと思います。よかったよかった。
わ。単独、うわー、リプレイが来ない。お、当たった。単独一色80ゲーム。まあ状態はちょっと厳しそう。リプレイで何とかしよう。サプライズ泥目、サプライズ泥目。ジャカタン、はいはいはい、何も関係なかったですね。うわー、あっちい、あっちいね。
オッケー、リプレイから54ゲーム下のリーグを狙うんです。おぼろちゃんはいないね。また低下かな。お、フォークか。2色にしては珍しいですけどね。あーダメか。まあ約900ゲームほど回して、まあ、BC が内部的に立つと、まあ、結局リプレイ確率上がるんですけど、そういうのをさっぴいても今100分の1ぐらいなんですよね BC で。900ゲームぐらいで同色2回か、まあ悪くはない。まあたかだか900ゲームなんでね、なんとも言えないですけど、もっと同色はバカスが出てくるとあったと思うんですけど、前回僕が打った時は同色全然出なかったんで、それよりかは感触はいいっすね。よく見る。95当たってないよね今日。はい残念と。分かってたよ。おう。これこれ。まあそうかな。え抜け。よっしゃ60ゲーム。いやーまたね降格落ちちゃったかもしれないところなんですよね。壇上屋敷はちょっと落ちちゃったところ。オーデロン BC なんでね。おお青マジか。お見事です。お見事。あおぼろこれ青同色だからおぼろなのかな。降格したとかない。8分の1引き手レッツゴー。うわあ、こう機会。うん、残念。あ、2連続でリプレイで煽ってるな。シックスナインから90でレッツ。お、レッツレッツレッツ。ワンチャンあるで。行ったのか。バグは。うっしゃい。さあ、高額での BG かもしれないですね。アジリスク。ブルー。いやー、三度目の正直ってことで、やっぱ BC 行こう。さすがに。頑張ろうぜ。ダメか。じゃあ継続の下継続するかも。ゲーム数出てこなかったんでね。シルバーでワンチャリオ5対5。嬉しき予感。おお頼む。嬉しくなりたい。あ共通ベルか。嬉しき予感はしない。あーダメか。おお頼む。とりあえず頼む。うわーマジか。うわーリプレイ。あーららら。らいやマジビーチ頼む。
いやー単発は勘弁よ。どうだ、頑張れよ。174枚。いやー伸びないね。2連単発単発か、ちょっとしんどいね。まあでもまあBD 突入率自体はまあ悪くもない。そして民衆確率もね今のところかなりいい方だと思いますので、ちょっと頑張るか。ペロンちゃん、ジェニットダウン始まるよ。今日はなんかいつもとちょっと違う感じじゃない？うんうん、せーの、ニュージェニレーション。もう立ち回りは終わりっすか？そうっすね、まあこの台で立ち回りは終わりなんすか？うん、リノおじさんが大負けしなければ今までの2回戦のマイナスを多少プラマイゼロには近づけることができるはずだ。持ちメダルがねもうちょっとしたら底つきちゃうんすよ。もうそこにかけるしかないかなと思います、私。うん、来たのか、来ただろありがとうございます。ニュージェネレーションを見てくださいまして皆様ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。